まあそれぞれをリスペクトしてるのは間違いないけど、強いて言うならば自分の中にいる臆病な自分、楽しきゃいいやってのがこう根っこにはあるんだけど、まあ基本スケベ心だよね。意気込みはないよね。大体その映画でもドラマでもその2ってのはダサくで終わるからね。今回もそんなに意気込んでもしょうがないかなっていう、もうトンネル入っちゃうとこういうところだよね。わお、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 わお。はい、おはようございます。今日もね、南郷でお撮影なんですが、一言もらってもいいですか。サンタス3は6でなし。それでは皆さんお待ちかねの例のやつお願いします。パイパイヘソチンチンヘソパイパイパイヘソパイヒザ。OK じゃないですかね、結構、ね、まあまあいいんじゃないですかね。まあまあが何なんだよ。あ、ごめんなさい。あった。ドギーは今回の PV のイメージを伝えます。もう固定は任せるから。はい、はい、できる。多分、多分で仕事してんじゃねえよ。聞いとけ、ちゃんと先輩の話を、はい、多分、多分で仕事してんじゃねえよ。ミスターシュールを 100% 活かせるように撮影にも気合が入りました。あー、いいね、いいね。滑りの撮影終わり。あー、疲れた。お疲れ様です。ナイスセッション。最高に面白いのが仕上がったよね、ほんとに。はあ、ハデバがやあ、安くはずばぬ。ああ、お客さん凝ってるね。どっから来たんだい。ああ、東村山かい。ああ、いいとこだな、あそこはいいとこだ。そんで、あのお客さんはどっから来たんだい。まあ、わかりやすいところで言うと納豆じゃないですかね。ミート納豆。茨城の人間ってのはその納豆をやっぱり食べて育ってるんでね。ここぜって時のね、粘り強さ、これに長けてるんじゃないかなと思います。納豆大嫌いですね。ジェシゴロ、ジェシゴロ動物が大好きで、ジェシゴロ王国っていうぐらい好きです。何が好きですか。メス。乾杯。ジェシさん、これどうですか。いや、わかんないっすよね。これじゃないっすか。ジェシーさん、飲み物何いきますか。日本酒。僕も付き合っていいですか。ロンドンまだ早い。え、まだ早い。うん、なるほどね。血液、血液ダメ。呼吸、もう呼吸するのと一緒。みーそ、みーそ、お願いします。シソラソファミレソで、俺はもう、あ、ここに落とし込みますよ。で、ここから流します。ここでかかります。ここで釣ります。これ釣れたんじゃない、釣ったんだ。俺は釣りと同じぐらい。どこに行くと釣り部屋ですかね。ね、全然違う。水族館。もう魚の生態、まず魚の生態。ケリーさん。そして2日目の撮影が始まりました。ジェシーは相変わらず最高な演技をしてくれました。出来の方はいいよ。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。いや、よかったですね。あ、よかった。今回はね、はい、結構手応えあるっすよ。まるでバターサンドイッチのようなスムーズさで、想像以上にね、ジェシーのそのシュールさっていうのが今回また出たんじゃないかなって。そうですね。いやー、ジェシー、はい、ありがとう。もういいじゃないですか、いいじゃないですか。もうなんか行きましょう。そして全ての撮影が終了しました。何ですか今のは。それではお聞きください。
五所川原盛雄でマムシ酒。私は一体どうすりゃいいの、明かりをつけてもいないのならば、いっそ明かりはつけるまい、つけたら消して、消したらつけて、あんた戻ってまむし酒。柱のないところでするよ。イエス！みんなには仲間っているか？なかなか仲間って言える仲間っていないよな。俺にはいるぜ。仲間って最高だ。ナジェシー、ナジェシー、ナジェシー。雨なら死んでもいいわ。だけど死ぬのは無駄だから。来てみなけりゃわからない、あんた帰って、あんた戻って、あんた死んでよ、まむし酒。去年と全く変わらない無駄の一言。家族で旅行にでも行きたかったかな。バカで痛い。レッツラン変態ライフ。フラッツ軽くてフィット感がすごく良くて、おすすめです。蝶のように舞い、蜂のように刺す。はい、はい、ありがとうございます。10秒経ちました。バインディングはフラックス。